全然違う話からいくで、はい、なんと奈々葉ちゃん自分のお金でジェルネイルを買ったそうです。今日はジェルネイルしますんで、普段の様子撮ります。お釣り返しますからね、ちゃんとなあ、ジェルネイルマジで届くん多分な、あの佐川からメール取ったヤマトかな。え、多分マジで。そしてですよ、奈々ちゃん、大事なお話です。何？座ってください。座ってる。どっちがケツ？どっちがケツやそれ。シットのダウンだ。シットのダウンってない。ちょっと待ってな。あの、今日からちょっとパパ帰ってきません。ママと暮らしゅ。いや、違う。いや、パパ帰ってくるけど、寝るところとかは別な。ご飯は？ご飯、わからん。どうしたいんか分からん。どうしたいとも言ってきてないからさ、うん、あ、そうなんや、うん、言ってくれたらな、うん、こっちから言わなあかんのかな。うん、だからえ、うん、暮らしとうや、うん、うん、ほんで、あの、仲悪くなったんじゃなくて、うん、仲良しな、じゃ仲良しじゃなくなったんじゃなくて、うん、しっかり働いてもらうために、うん、支部に行ってもらうからね、パパに。じゃあ働いたらいい。そう、うん、だって家におったら、ああ洗濯しな、ああ掃除機しなってなるやん。ヒカルが忙しそうやったら代わりに洗濯とかしようやろ。カエルの餌とかやりようやん。だからそれをせんと、しっかり働いてこいって言ってからね。バイバイ。シーバーあっちの方面かな。え、こっちやろ。だってコンビニはこっちやろ。おばらすな。カーテン閉めな。割れる。奈々は納得？座って。納得。座って。納得。奈々は納得？納得。ママと暮らし。ママがおったらいいね。はい。あ、奈々ちゃんさ、ワーク置いとく。奈々こっち置って。奈々こっち置って。なんで？ご飯から先やんか。ここから、開けやがった。え、だって開けてなかったから。私のなのに、開けんと置いとったのに。いや、開けて。ハリーポッターの、言われてた。ハリーポッターのホグワーツの付録。え、開けてなくてさ、使わんやろ。え、使わ、開けてなかったから。心の私物が入ってる。これ何のちいちゃん、え、使わんのやって思って、じゃあ通貨をって、友達がアリポタ好きやし、開けんと置いとったのに。あ、開封したってこと。うん、ヒカルが使ってる。書いてあったやろ。ヒカルってちゃんと書いてあった。知らん、そんな聞いてない。ほら、あれ書いてない。開封してる。最悪。ちょっと頼むから、ヒスグラは開けんといてな。これは開けんといて。うん、なんで開けへんの。え、開けんと置いとくもんや、こういうの。え、そうなん。うん、違う。何の話やった。それと意味が分からへんの。何の話やったっけ。奈々ちゃん、ちょっとあっち行っといてよ。ほんま、ハリーポッターの、ちょっと座って、ママの横に座って。大事なお話です。あ、甘えん坊がおる。あ、大事なお話です。顔に貸してかんの嫌やな。顔が嫌くなったぜ。いや、携帯の時間戻すからな。見て、ズボン反対。お前は裏返し入った。どういうこと。なんで裏返し。なんでそうなる。いや、おかしい。ありえない。これは元からやった。気づけ。気づく。じゃあ、そのまま洗濯に出してな。多分裏返しになって戻ってくるから。はい。パパが、支部で暮らすことになりました。いや、1時間は制度そのままやで。1時間勉強もそのままやで。当たり前やけど。うんこ漢字ドリルしてもいいよ、1時間。するけ。ハリーポッター開けられたんがショックでさ、もうそれどころじゃないんだ。いや、もうあれ、俺のに決定しました。真顔にしようか。こっちょーん。なんかなった。どうしたん。猫に引っかかれてやんの。ここ昨日やられてんな。あ、猫に引っかかる。最悪やん。ママが出ていく日の前に、うん、
俺がゴキブリさトイレでおるやつって、うん、ゴキブリ俺の部屋に来たら怖いから、うん、ナナハとママがリビングに寝てたから俺そこで寝とったら、うん、猫の大運動会が始まりまして、はい、リン俺をそう俺をさジャンプまでリビングで寝とってん。俺ジャンプ台にしやがってさ、薬のに寝とうからさ。どこで寝とったんや。リビングソファで、リビングのソファで寝たらさ、うん、多分ダニ、うん、うわ最悪。洗濯しなあかんかった。ちょ尻尾。どうしたらな、ディーンがさ俺をジャンプ台にしやがってさ、俺の歯を。やめたってカーテンやめたって。ほんで1時間は継続やで。いや、ほんで、パパ帰ってきてって言ったら帰ってくるから、LINE しよう。帰ってこんどいて。え、それやったら渋行ってよ。よ。うん、行きたかったら渋行ってよ。行きたくない。あ、でもね、言うてね、あの、別居期間中、シム片付けに行きますんで。ごめんね、日本に別れて。大丈夫。え、なんやった?というわけです。あ、ほんで聞いて。シブが今すごいありさまなんですよ、うん、昨日ちょっと今日かお友達が来たんですけど、うんうん、リュウちゃんと3人で喋ってたんですけど、うん、そのお友達がね、あの綺麗好きなんです、うん、潔癖ぐらいかっていうぐらい、うん、ずっと絨毯のほこりをこうやって集めるんですよ。毛玉、はい、ここ掃除したいわって言いながら、うん、それぐらいあの汚いです今、うんうんうん、だからあの私掃除しに行きますんで、うん、シブ、うんうん、はい、一緒にいますね多分結構一緒にいますね。その別居とゆえど、仕事に集中するために、うん、別居しますっていうことで、そうです。いや、あの別居します動画では私怒っとうから、うん、あの違う話が流れてるわ。でもそれがその話がメインやで。メインで流れてる今日でんねんけど、うん、その別居します動画の内容が一番やけど、それが全てではなくて。うん、今回、その、金銭面的にも、うん、例えば、ポコちゃん、配信時間決めへんのよ。うん、手空いたらするわ、うんうん。それじゃあかんやろって、うん。ママトンさん頑張ってるでって。スケジュールを決めてってことやろ。そういうこと。うん、内容も決めてな、うん。内容も決めてんねん。あ、そうね。リュウちゃんはコメント読むだけ、うん。そこまで頑張らなあかんねんでって。うん、でもそれについてはさ、家事育児がさ、まあ、何?家事育児のせいで仕事おろそかになるわけやんか、うん、それ理由にされたくないの私は、うんうん、はい。で、いつかなあれ約束した、うん、2月か、うん、あのアンサー動画した時に約束した通り、うんうん、その目標金額に達成してなかったんで、うん、月の収入が、うん、だから別居という形を取ります、うん、別居の真相にしてこれ、うんうん、動画タイトル、うんうん、どんなんやねんハリーポッター開けられるし真相を話しますやな。それでリュウちゃんは納得してる。納得じゃない、うん、理解はしてる、うん、だから何がしたいか分からんねんやつ。ただ家でダラダラ配信しながら家事育児したいみたい、うん、なんか主婦がしたいんや、うん、カツ入れて。え、でも稼がないかんのは分かってるんやろ。分かってるけど、うん、うん、まあそれはまた後で言うわ。うん。うん。動画では話せないことがたくさんある。あららら。まあ別居って言っても目と鼻の先やからね、うん。私がセブン行ったら帰りに寄るぐらいや。うん。な、合鍵も持ってるし。はい。全員鍵持っとるからな。うん。私の返してよ。ほんまや。探しよ自分の鍵。ある。うん、はい。うん。です。わかりました。はい、以上です。はい。かわいいリンちゃん。